どうも、IS チャンネルです。今、ちょうど見頃を迎えている、地元の、袋田の滝の紅葉の様子を、お伝えしたいと思います。撮影日は、2020年11月11日です。滝の周りの木々が綺麗に色づき、今まさに旬を迎えています。場所によって見え方が全く違うので、いくつかの場所から、撮影したものを公開します。おすすめの交通手段や、基本的な観光情報につきましては、2020年の11月1日に、私が公開した動画の、2020年、紅葉、袋田の滝、紅葉スタート、で公開しています。一番最初の画面の右上の、袋田の滝の紅葉が始まりました、と書かれているリンクをクリックするか、動画の説明文中の、関連動画の一番上の、2020年、紅葉、袋田の滝、紅葉スタートをご覧いただきたいと思います。まずはこちらの、紅葉とは関係ありませんが、昔の入り口として使われていた、急な階段です。よく見ると花で、漢字で醍醐、その下にはハートが描かれています。次に、醍醐町の鳥の、おしどり、をモチーフにした、恋人の聖地モニュメントです。この辺りも、色づいていますね。滝を、第一観瀑台から見ていきましょう。まずは、左側の山から、滝を見た様子です。次に、右側の山から、滝を見た様子です。そして、滝を正面から、二段目を中心に見た様子です。最後に、水の流れに合わせて、撮影した様子です。第二観瀑台に行ってみましょう。第二観瀑台へは専用のエレベーターで行きます。エレベーターは新緑と紅葉の2種類のデザインが描かれています。ちょうど紅葉のデザインのエレベーターが来たので乗りましょう。エレベーターを降りてすぐ左側に第二観瀑台への階段があります。第二観瀑台は2段になっています。上段から見てみましょう。まずは左側の山から滝を見た様子です。次に右側の山から滝を見た様子です。そして、滝を正面から見た様子です。最後に、水の流れに合わせて、撮影した様子です。下段を見てみましょう。まずは左側の山から滝を見た様子です。次に右側の山から滝を見た様子です。そして、滝を正面から見た様子です。風に舞う落ち葉が風流ですね。
最後に水の流れに合わせて撮影した様子です。エレベーターを降りて正面の位置で第二干瀑台の真下からも撮影しました。まずは左側の山から滝を見た様子です。次に右側の山から滝を見た様子です。そして滝を正面から見た様子です。最後に水の流れに合わせて撮影した様子です。ご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録をお願いします。